65歳前のですね、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢を迎えた経営者の方の場合ですね、いわゆる在職老齢年金という報酬と老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金の調整の仕組みについてね、いろいろ調べられることが多いと思います。それで在職老齢年金、年金カット額のね、支給停止額の計算の式をね、見る場合に、一番のポイントはですね、これは経営者の方の場合は、お給料の方の数字を式に入れる場合にですね、実際の報酬月額ではなくて、実際の報酬月額から決定される標準報酬月額というものを使用するということですね。この標準報酬月額は健康保険料、厚生年金保険料の保険料額表というので確認ができます。で、健康保険と違って、厚生年金の標準報酬月額の上限は、62万円になっているんですよね。ですから報酬月額が、60万5千円以上の方の場合は、実際の報酬月額、役員さんの場合でしたら月額100万とかね、150万とかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、その数字を入れるのではなくて、標準報酬月額の上限、62万円を式に入れて計算するということが必要ですね。で、計算してみられると分かる通り、65歳前の年金カットの仕組みはですね、報酬が少しあるとすぐにもう年金が全額カットになってしまうと、そういうとても厳しい仕組みであることがすぐにお分かりいただけると思います。で、そのようなことをね、年金事務所で説明を受けて、で、これはちょっととてもではないけども年金はもらえないなと感じてですね、少なくとも65歳までは完全に年金をもらうのを諦めてしまっている経営者の方が多いわけですね。ただ役員さんの場合でしたらね、役員報酬の年間総額は変えなくても支払い方を変えるだけで、特別支給の老齢厚生年金の一部を7割とか8割とかですね、受けていただくこともできるようになります。ご関心がございましたらお問い合わせください。